料理は、食物をこしらえることで同時にこしらえた結果である、食品そのもの、調理とも言う。すなわち、食材、調味料などを組み合わせて、加工を行うこと、及び、それを行ったものの総称である。スガキクリキントン料理は、民族、地域、時代などにより、使用する食材や、道具などが大きく異なり、調理の仕方にも差がある。 同一民族内の階層によって異なる料理が存在する例もある。特にクニッシュや貴族などがある場合、特殊な料理が発達する例が多く、それらは宮廷料理などと呼ばれる。また料理の種類も多様であり、地域や民族による調理や道具などとの関連、入手可能な調味料などの食材の差、気候との関連、あるいは宗教的等の制約によって異なる。 一方で、カキの殻を取り除き、柑橘類を合わせたスガキという、料理は、遺跡である貝塚が、全世界に分布するように、地域や時代において幅広く存在する料理もある。料理と、類似するものに菓子があり、多くの文化において、料理とは別のものと考えられている。主に食事として食べるためのものか、間食として食べるためのものかの違いによる。例えば、クリ族は、 自然に分布していて、秋の季語でもあり、春の栗拾いや栗名月を経て備蓄し、この栗の実の皮を剥きにた、栗キントンという食品は、正月に用いれば、おせち料理となるし、菓子となることもある。食品や食材などの加工には加熱、発酵、冷却、攪拌などなど様々なものがある。この加工の過程は、調理というが、区別されず、 料理すると呼ばれることもある。加工のうち、特に加熱されたものを、料理とし、加熱されていないものを、生と呼んで対象する場合もある。料理の定義は曖昧であり、加熱処理の施されている食品のみを、料理と呼ぶ場合や、前述の調理法を使うものに加え、生ではあるが、何らかの処理を施した食品。 冷やした食品及び冷やし固めた食品も料理と言われることがある。ただ、いずれの調理過程を経ているとしても、ゆで卵、目玉焼きなどの簡単に作れるもの、即席麺、冷凍食品などの類は料理に含まれないことが多い。また、競技では、惣菜、テイクアウト、宅配など、自分で手を加えないものも料理とは呼ばない。こうしたものは、手抜き料理と呼ばれる。 しかし、冷凍ピザに様々なものをトッピングするなどのアレンジが加えられていれば、料理と呼ばれたりする。また、住んでる地域によっても考え方が変わる。具体的には、刺身は日本では料理として認知されているものの、刺身を食べない国では料理として認知されていないなどである。食材についている土やホコリなどの汚れを洗浄する。 魚を身と骨とに切り分けたもの食材をナイフ、包丁などで切り、可食部を取り出したり、用途の違いにより選別を行う。食べやすい大きさに切ったり、形を整え食感に統一感を与えたり、視覚的な美しさのための成形も合わせて行う。切る以外に、おろす、叩くなどの方法もある。味付けをすること。そのための素材を調味料という。食塩は、 多くの場合使われる。味付けは、基本的に下ごしらえの最中か直後に一度行われ、それ以降、加熱中などに味を確認し、必要がある場合は追加される。調味料を加えるタイミングや順番は重要で、間違えると目指す味にならない場合がある。加熱に用いる色料多の料理は、加熱が行われる。加熱には、まず第一に、 寄生虫や微生物を殺したり殺菌する、という重要な役割があり、食中毒防止、食の安全のために非常に大切な段階である。食材を適切に加熱することで、タンパク質やデンプン等々の栄養素や食物繊維等の質的な変化を適度に起こし、硬すぎる食材を適度に柔らかくしたりするなど、食感を良くしたり、旨味や香ばしさを増すことができる。 加熱は火を使って行われるのが普通だが、直接に火にかけない例もある。以下のような方法がある。皿や碗、パチなどの食器に盛り付ける。食器を冷却や加熱することもある。農業有価料理は献立てによって、一品料理のアラカルトと定食と呼ばれるコース料理のメニューとに分類される。おまかせや食べ放題といった形態もある。移動するものや、 仮説のものとして、昼食や、出前や弁当、屋台や、ケータリングや、農業床などがある。食堂車や機内食、クルーズ客船や屋形船でも料理が提供される。家庭における料理や、自ら作った料理は、手料理や、家庭料理と呼ばれる。食べる人や、調理側の状態によっては、非常食、離乳食や、流動食などが提供される。ありがとうございます。